天気と電車。はい、ライトカーズです。今ですね、長野駅に来ております。なんと、この前行った地下鉄のところの、この長野の方の出だしのところに来ています。1個が1544の電車1個があって、これは何でしょうかね。この電車は E2 って書いてありますけど、こんな電車見たことないです。で、向こうにも8513、地下鉄の電車が2つあります。ちょっと端っこに行ってみたいと思います。湯煙、ね、特急スノーモーキーっていう電車らしいですね。猿。この前来てた鉄橋、地下駅と特急が発進します。ここ大好き。特急電車が発進します。いってらっしゃい。真っ赤、赤と白の、赤いボディの白のストライプで、いろいろ取り付けます。メデスは自分のところの雰囲気めちゃくちゃ好きですわ。やばいこの雰囲気やばい。うわ、他の電車を走るのまでちょっとお待ちください。はい、反対側の地下鉄の走る電車が右だと思ったら左でした。出発進行。
いやーダメでさ、こんなん。雰囲気がバイオハザードに見えてきちゃったんで、やっぱりこういうところに行くとちょっとテンション上がってしまいます。はい、今日の電車は今日は久々の天気と電車単体の一本になります。おまけも考えていますので、どうぞ最後までご覧ください。はい、今日のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ここで止まりになってなかなか、また見てください。はい、ナイトカーズです。今ですね、今日、ベルイ被災があります。でも、コロナの影響で、ベルイ被災の中には何もない状態で、花火だけが今日あと数分で上がります。で、花火上がるまで、しばしお待ちいただくと、ちょっと、近くまで、まあ、近くっていうわけじゃないんですけど、山麓線からちょっと取って終わりにしたいと思います。それまでしばしお待ちください。一旦切る、一旦止めるので、それまでしばしお待ちください。皆さん上がりましょう。雪の壁見えませんけど、
はい、皆さんこれかゆるい被災の花火になります。でも今年は、コロナの影響で、花火だけしか上がることないです。はい、ここから、ノンストップで撮りたいと思いますので、ぜひ見てください。自分はここから黙るのでよろしくお願いいたします。はい、まさかの花火が、まさかの、5分程度で終わってしまいました。もし、これ喋ってる間にまた花火上がれば撮ります。今日のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今日は短いあの花火の映像でした。じゃんじゃん。おしまい。また明日。